はい、船越くんチャンネルです。今日も Z の模様をお届けしていきます。で、前回はこうラジエーターのねコアサポートの部分とかヘッドライト周りの後ろの部分を修正してったわけですけど、今度はラジエーターとあとラジエーターにはファンがついてるんで、そこら辺の周りのものを修正して、まあ、使えるようにねしていきたいなと思うんで、まあ、結構前ねぐしゃっといってるんで、まあ、どうしたってそこだってね、まあ、押されちゃうもんですから、そこの部分今日はやっていきます。ラジエーターバラしてみましょう。お、ラジエーターバラすのもね、まあこれ取れてるからね簡単だけど、パッと見大丈夫？ああ引っかかってんな。ねじれてますよ。なんかうねってなってね、うねって。なんだあの筒みたいな。なんだろうあれ。パンのところの、ああもう歪んでんだね。お？おお。どうまい。もらいましょう。このファンのちょっと修復にやっぱりチャレンジしてみようかなと思いますんで、やっていきます。買うとね多少値段で斜めになってる。これちょっと起こしちゃうんですよ。炙って起こしてみようかなと思います。プラスチックの歪みってね難しいよね。前が潰れたままで多分固定されちゃってたから、多分プラスチックが曲がって変形しちゃったのかな。思ったより曲がらない。お、まあ、直すところがいいよね。買い替えのね簡単なんですけど、あでもこれは安くないかもな。もしかしたらねこれも激安だったりしてね。お、結構戻った。大体まっすぐ。なんでも治るね。ガスバーナー持ってないからな。いい感じですね。おお。でこれまたフランケンしたいんで。直しようかな。今ね、穴開けて平らプでつなぐ。いいやつですね。これ当てて当てて直そうか。ね。まあ当て板すればね補強されて結構強度出ると思う。これとこれ作ったんで、当ててつけていくかと思います。ありがたいね、こうやって日々ね作業をどんどん進めてもらえてね。あとね、俺と違ってなんか多分こういう取り組みに対してね。ちゃんとしてるって感じですね。内川さんの場合ね。なんか任せといてね、仕上がりが多分安心できるんじゃないかなと思うんで。車もね、これを見てなんか自分で直そうかなって思う人がね出てくれたらまあいいのかな、わかんないけど、まあ、あんまりねここまで事故ってんのを自分で直す人はそんなにないかもしれないけど、まあ、今
ぐらいだったらね、いけるよっていう、まあ、いい見本になればなと思うんですけどね。まあ、ファンとかこういうのって別に壊れてて修正するっていうだけじゃなくて、あの流用でね、電ファン化したい人なんかも自分で加工してこうやってつけたりもする人いるでしょうから、まあそういう人と、まあそれぐらいできる人だったらね、これは作業まあできるのかなと思うんですけどね。結構まあ何でもつくもんですよ、電ファン、いろんなラジオとかに。なんかでもね、Z に詳しい人に聞いたところだと結構水温が上がるみたいなんで、まあ、ノーマルラジエーターだとね、なんか結構大変みたいですよ、水温上がって。今回ね、何しろ予算がないんで、まあなるべく安くとりあえず動かせるようにしてから、まあなんだろうな、いわゆる対策ものっていうのは後からになるのかなと思うんですけど、とりあえずちゃんとねドリフトできるようにして、シェイクダウンするっていうところがまあ先決かな。もう形になってきましたね。おいいねいいねいいね。純正の電動ファンってね、結構まあなんだろう、ちゃんとしてんだろうし、ただなんかね、これも実は結構電ファン壊れるっていうのがあるあるらしいです。だから壊れてないかね、なんか確認をした方がいいですよっていうのはね、教えてもらいまして、なんかエンジンかけてエアコンかけて2個回ってなければなんか壊れてますよみたいな情報もらいましたね。この電ファンは大丈夫ですかね、まあ、ダメだった時はね、まあ交換ですけど、キュルキュル音は何だろう、メーカーから音で言うのが完璧だ。完成しっかり音出てるな。ちょっとこれはフランケンしとこうか。多分この感じだとモーターの軸あたりが音出てるのかな。やっぱらしく部品は便利でいいね。穴開けてとりあえずつなげればいいっていうね。いやー、なんかだいたいこれでいけるね、修理は。結局のところ OK だな。ファンは叩いて引っ張ったりして修正して、もともと形が固定のもので衝撃が加わると割れちゃうものはもう全部このね、穴開けフランケンシュタイン作戦で大体いけるんで、これで完成か。ラジエーターはさすがにちゃんと、まあ中古ですけど用意するんで、まあ、これにね、ファンを組み合わせて、そこそこ強度ありますよ。こう強度あるんで、でこれだとね、組み上げていっていくのかな、さあ、どうだったでしょうか。とりあえずこれで前回りがほとんど出来上がって、で次回はもともとそもそも事故った時にボンネットがねバコーンいってるんで、ボンネットを形整えていきたいなと思うんで、結構なんかね、ヒンジから何から曲がってるみたいなんで、そこら辺の修正を次回はやってきます。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。